ぽっちゃり猫ブリジットと後藤ルミ子のワンカットオブザカクテル。Hello, I'm Rumi and this is not Bridget, this is Madonna. Today I'm gonna make cocktail Madonna. 今日はマドンナにちなんでマドンナというカクテルを作りますね。はい、で、このマドンナ、前回で山梨県の私のお友達の近所の人のお友達の家の前に段ボールに入って捨てられてたと言いましたけども、実はその方に詳しい経緯を聞いたところ全然違ったんですね。実はその方はダムの管理事務所で働いていて、なんだか業者の人が山の中の道に子猫が一匹でいたと、いやいや、分かった分かった。じゃあ、まーちゃんはこれでおしまいです。はい。じゃあ、はーい。お疲れ様。やめて。本当にね、透明人間うざいですね、いつも。すいません。山の中の道に子猫が一匹でいたというお話を、その管理事務所で働いている方が聞いて、早速探しに行ったんですね。そして保護したのがマドンナでした。それが9月9日で、その時はもう本当に骨と皮だったそうです。触ると骨しか触れなかったっていう感じでしたそうです。そして少なくとも一晩は雨の山の中で一匹でいたというお話です。本当大変な思いしたんですね、マドンナは。そしてそれから9月の17日にそちらの山梨の方が東京まで届けていただいて、その私のお友達の近所のお家ですね、その方のお友達の家まで届けていただいて、それで私がお迎えに行って、うちの子になったといういきさつです。マドンナ本当にあんなちっちゃくて、そうですね、9月17日の頃は600グラムかそこらだったんではないかと思います。今はもうこの間測って 9.5 950、今はもう1キロは超えてると思いますね。よく食べて、何でも食べて、そして本当に勇敢です。雷にも全然ビビりません。そりゃそうですよね、あんな山の中にあんなに小さな子猫は頑張って生きていたんですよね。その管理事務所の方が見つけて保護してくれなかったらもう命はなかったと思います。はい、マドンナ大事に育てていきたいと思います。ではマドンナを作りますね。はい、まずストレートなどね、グラスは氷水で冷やしておきます。で、私ね、材料はジンとコアントロ、それから桜リキュールですね、それからライムかレモンジュースとグレナディンシロップです。はい、では作ります。ジンは1オンスです。あ、こぼした。すいません。いつものことですよね。はい。マドンナが走り回ってる。ジンは1オンスです。から桜リキュールが、3分の2オンス。きれいな桜色ですね。3分の2オンス。はい。それからコアントロ。2分の1オンス。そしてライムかレモンジュースを2分の1オンス。
それからグレナリンシロップを小さじ1杯。はい、そしてシェイクします。はい。氷水を捨てて。グラスに注ぎます。綺麗でしょ。マドンナです。チアース。いやん、本当に美味しい。もうすぐハロウィンですね。今回はハロウィンの仮装はまだしてないんですけども、次回はちょっと本格的にやろうと思っています。はい、なんであっち向いてんの？ブーちゃんこっち向いて。ブジタはハロウィンはあんま好きじゃないんですよね。怖いみたいで。あ、前習いしてんのね。でも私今回はハロウィンの前に息子の住むニューヨークに行って、それからちょっとテキサスの方にも行くんですけども、ちょうどハロウィンの頃はニューヨークにいると思います。ちょっとニューヨークのハロウィン、何回か行ったことあるんですけども、また久しぶりなので楽しみにしています。それではチャンネル登録といいね、それからコメントお願いしますね。Please subscribe to my channel, leave comment and like.ね、ブーちゃん、ブーちゃん、ブーちゃん、ほら。ブーちゃん、はい。じゃあね。はいはい。ブーちゃん、お、お、チアスアゲーン。にゃん。本当に美味しい。